はい、始まりました。無事チャンネル。さあ、はい、はい、チョウカです。はい、アドレス資格のチョウカさん、前回灘の文法問題に挑戦していただきまして、はい、解釈ミスをしましたということで、今回はですね、英作文ですよ、いよいよ。灘、はい、はやっぱりね、和文英訳と自由英作両方通っていうので、うわ、やっぱり受験生泣かせな部分がありますので、そちら見ていきたいと思います。はい、では日本語見てみますね。身近なところでも機械化が進んできている。高齢者である私も困ることが多くなった。さあ、これが1個目です。あ、ここですね。どのように日本語を英語に直せろ。そうです、和文英訳でございます。機械化、おっと悩んでる。待って、だってこれ多分アルメーションとかだったら機械化じゃなくて自動化だから、機械はマシーンだけど、中学生がそんな単語を知ってんのかっていうのがね、私は思いますけど。え、どれくらい文学的にしようかな。文学的しなくていい、でもしなくてもどちらでも。これ高齢者である私もってどういうこと？どういう意味ですか？私もって、え、じゃあ他に困ってる人がいるってこと？他に誰が困ってるんだ？高齢者である私が一番困るんじゃないか？っていうけどない、こういうものの解釈なんですね、うん、まあでも解釈が合ってればいいのか。高齢者である私もっていうのは私も高齢者であるってこと？うん、どういうことか。一回苦戦してますか？書き直したいんですよね、これぐっちゃぐちゃになっちゃう。これ2番はやります？やります、後で。OK、はい、機械化ができませんでした。おっと、なんと機械化。機械化が分からなかった。はい。とまず、多分直訳があるんでしょうけど、思い浮かばなかった。身近なところでも機械化が進んできているっていうのを、とこを分けて、あ、こっちか。The use of machine。機械化を progressing。あ、even in even、あ、そうか、読んでもらった方がいい。あ、The use of machines is progressing even in everyday situations. I like other older folks find myself struggling more and more.あー、なるほどね。はい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 。なるほど。日本人には絶対出せないような、はい、英文ですけど。まあ、The use of machines にしましたね。しました。使用になりましたね。マシンの使用っていうのが。機械化って。メカナイゼーションですね。あー、それでいいんですか？はい。で、メカナイゼーションの場合だと、どうします？動詞は。プログラッシング。あ、だがなくなって。はい、メカナイゼーション。で、はい、ここがメカナイゼーション。プログラッシングでいきますか、そのまま。そこは変えますか、動詞は。機械化が進んできているわ。どっちでもいいかな。Advancing とかの方がいいような気が しなくもない。そうですね。で、この Everyday Situations とかっていうのは、まあ、かなりきついでしょうね。いわゆる日本人がそのまま、この身近なところっていうのが、まあ、まあ、近いところって書きそうか。そうですね。だから、Close Places とかになっちゃうんですよ。直訳すると。Immediate とかも変ですし。あ、はい、で、ここがわからない。高齢者である私ものもがわからないです。はい。で、高齢者である私もっていうのは、私が高齢者だっていう意味ですからね。はい、私も高齢者の一員だっていう。そう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 。高齢者である私もっていうのはそういう意味ですね。だ、高齢者の私もと同じような感じですね。で、I like other older folks とか、こんなん出ないですね。まあ、I like って言ったらなんか好きなのかな、他の。あの、コンマがあるんで絶対ないです。で、そうですね、find myself struggling more and more ですね、ますます苦戦するっていうですね。はい。はい、なるほど、苦戦しましたね、この問題に。しましたね。あら、灘はやはり難しい。ネイティブにも、バイリンガルにも厳しい。さあ、2番、スマートフォンは大変便利であるが、危険な側面も持ち合わせていることを忘れてはいけない。おっと、なるほど。持ち合わせている、こういうのがね、やっぱり、まあ、そもそも日本語がやばいかもしれない、私は。どちらかというと、これがね、わざとなんです。わざとこういう表現を使って分かりにくくしてるっていうですね、作戦なわけです、なら。え、これ主語どうしよう。主語がないかも、これ日本語の方が。そうですね、日本語はよく主語を述べない言語ですからね。 We でいいかな。これ多分英検準2級とか2級とかでもいいじゃないですか。お、そうですね、まあまあ英検はね、訳すのないんでね。持ち合わせている、どうしようかな。側面、ちょっとシンプルでいきます。お、取り扱ってる内容はちゃんと中学生っぽいかも。でも、なるほど、
この文の構成とかすごいめんどくさいんですけど、うん、でも内容がこの間の早稲田理工とかに比べると内容自体はそんなに、これにします。はい、いきますね。あ、読んでください。Although smartphones are very useful, we cannot forget that they also possess a dangerous side. あー、なるほどね。はいはいはい。そうですね。はい。We cannot forget ってやったりとか、まあいわゆる do not forget みたいに命令文にしたりすることも全然できますね。あー、確かに。はい。忘れるなっていうのと、possess そうですね。dangerous side。あー、側面を抑える。まあいろいろね、アスペクトとか、あ、側面は訳されますけど、まあでもこれだったら、はい、大丈夫だと思いますんで、全然問題ないと思いますね。スマートフォンズとか複数にするの忘れないでくださいね、自作する方。さあ続いて自由演作文でございます。これですか、はい、1番どうぞ読んでください。 Is it ever okay to tell a lie? Explain your answer in detail。 まあ、これは何文字ぐらいですか。これね、発表されてないから何とも言えないけど、まあ模範解答でどれぐらいか見ればいいか。このね、嘘は OK かっていうのは、これ大学入試も出てきますんで。あー、過去出題。あ、でもどっち選んでもいいんじゃないですか。そうですね、もうこれぐらいか、こんなもんで7行だったんで、6、7行ぐらいでいけるんで、まあさささって終わらせてください。はい、これこういうとこってなんかどうせトピック文章をつければなんとかなるみたいなところはちょっとあるかも。これ自分の意見じゃなくてもいいんですよね。もちろんもちろん、そうですね。本当かどうかは。お、さあできました。ではちょっと短いですけど読んでもらいましょう。はい。 I think it is okay to lie sometimes. The truth can sometimes hurt people's feelings. In some situations, telling the truth does more harm than good. Of course, lying can be very hurtful, but I think white lies can save us from unnecessary conflict. あー、なるほど。まあ、大丈夫でしょう。多分だから普通のエッセイ、トフルとかだと、まあ具体例みたいなね、あ、出てくるけど、まあナダだったら大丈夫だと思うんで、まあ時々嘘つくのはいいよ。その通りですね。真実の方がね、傷つけることなんか山ほどあるからね。お前のこともう好きじゃないよとかってよくあるんですよね。あ、確かに。はい、で、あ、でよくね、このフィーリングズね、俺一回 S の後ろに行こう。ポスト見つけて、ちょっと待ってと思って。S の後ろにつけようとしてる。それは。それはね、スチューデンツとかだったらね、はい、複数の場合は大丈夫です。で、in some situations で、telling the truth that、 そうですね、この does more harm than good ですね。はい、ですね。お、is だったら harmful ですかね。はい。そう、do のね、この do harm, do good ですね。はい、こういうの使えるっていうのやっぱネイティブですね。え、ここで is unnecessarily hurtful って書こうと思ったんですけど、あ、なるほど。それをこっちにしようかなって思って、うん、下の方に書いてます。 Of course, lying can be very hurtful, but I thinkWhite lies ですね。はい。White lies。最近は日本語でも使うようになりましたね。え、なんて言うんですか？ White lie。White lie。はい。っていう人もいますけど、まあ多分知らない人の方が多いと思いますけどね。はい。まあちょっとしたやつで、相手のためにつくような lies ですけど、はい、もう言っといた方がぶつからないことなんか。まあ冗談なんですけど、私面から白なんで。面からとかね、知らない、そっちの方が知らない言葉ですから、面からなんて知らない。面から、イメージカラーが。アイドルあるのでね、私は白なんですけど、メンバー嘘つきの白ではないです。バンカラとかハイカラとかね、そっちのやつみたい、知らない。そっちの方が知らないかも。私は早稲田はバンカラですからね、昔の言葉ですね。ハイカラとかものすごい古い表現ですね。ハイカラって何ですか。ハイカラさんがリッチな感じ、なんだろう、おしゃれ的な女の人。まあ俺も知らないんで、世代でもっと古い昭和の言葉ですね。バンカラはカラオケのあの名前じゃないですか。違います、それじゃないです。早稲田のね、バンカラ魂とかって昔の、知らないか。なんか地域の写真、地域の名前とかで。違う違う、何も知らなすぎる私が。こういうのがバンカラ、こういうスタイル。そうそう、こういうハイカラの反対として生まれたみたいなこと書いてあるんですよね。そう、今これハイカラ、明治の言葉なんだ。へえ、ハイカラね、なんかおしゃれな色なんですか。ハイカラって、ハイカラ、カラカラのカラは、いや、色ではない。あ、でもハイ&マイティカラーは違うよ。それは違うバンドだよ。ロックバンドの西洋風のみなり。なんか和風の色と西洋の色ってなんか。は、でもハイカラーです。ハイカラー。ああ、こっちか。え、カラー。カラーなんですね。はいはい。あ、確かに、あの、あれ、和服ってこっちの感じがなんかもっと、あの、ここが、なるほど。首が締まってないというか。そこから誕生した。ワイシャツから来た。ワイシャツもあの和製語ですからね。そうですね。ワイシャツにつけるから。ああ、なるほどね。さあ。どうでもいい日本語の勉強、はい、ってことでございました。なんで、チョコさんはちょっと和文訳に苦戦しましたね。そうですね。
参考にしていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. See ya. We're gonna be ya.